5月13日午前中の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて107円21銭安い 21,237 円71銭でした。軟調な動きとなっています。トピックスも先週末に比べて 1.86 ポイント安の 1547.56 でした。ただ日経平均トピックスとも朝方に売り物が一巡した後はじわじわと戻りを試す動き、下げ幅縮小となっています。とはいえ前場時点、前引け時点ではマイナスで取引を終えました。マザーズ市場も朝方売り物一巡の後は戻す動きですが、前引け値としてはマイナス、先週末に比べて 9.59 ポイント安の 901.83 でした。日経ジャスダック平均株価も朝方売り物一巡の後は戻りでしたが、結局前引け時点では1円と、わずかながら1円安とマイナス圏で引けています。日経平均株価冷やしチャートをご覧いただきましょう。日経平均は先週軟調な動き、先週令和に入ってからは一度も上げていないということで、連休前から加味しますと先週末時点で5日続落でした。今日は下値圏でやや陽線出ていますが、プラスに転じることかどうかといった動きであります。75日移動平均線、このブルーのラインを割り込みました。米中の問題、東京市場の最大の懸案事項、米中の問題をめぐってはアメリカが金曜日に追加関税を発動、そして今日ですね、13日になりますが、第4弾の追加関税の中身を発表するのではないか、詳細を公表するのではないかと言われています。第4弾もしやるということになりますと、こちらは新しい関税ということになりますので、アメリカ国内の法上のルールから60日間のパブコメ期間、パブリックコメント期間を設けねばなりません。第4弾の詳細の内容を今日発表したとしても、実際の課税は60日後7月中旬となります。その7月中旬までの間に米中の首脳が会談する機会、こちらが6月の大阪サミットで米中首脳会談がありやなしやといったところが今後のマーケットの焦点となりそうであります。こうした中で個別銘柄ですけども、やはり主力どころはなかなか買えません。例えば7203のトヨタ自動車です。トヨタの冷やしチャートとなります。トヨタは先週大きめの陰線を引いて売られた後、今日下げ止まるかどうかというところであります。日経平均と同じように安いところで陽線が出ています。チャート的にはこのまま今日陽線で引けますと明日以降の反発戻りも期待できるんですが、後場の動きもなかなか予断を許しそうにありません。日本決算発表が相次いでいますが、上場企業の決算、19年3月閉じた期についてはこれまでの集計では3期ぶりの減益着地だったなどと報じられています。米中のリスクが高まる中で中国経済が減速で、足元の企業業績も悪いということで、東京市場今日は軟調なスタートとなっています。一方でそうした日本を取り巻く環境悪化している中でも、あまり外部環境に降らされないようなところには今日は資金が集まっています。例えば1852の浅沼組です。冷やしチャートでは表示されていませんけども、今日はストップ高となっています。値幅制限の上限2830円、ストップ高。19年3月期工事が順調だったということで会社予想よりも上振れて着地しました。そして20年3月期今期ですね、営業利益ベースで 10% の増益を見込んでいるということで、配当予想についても前年から大幅に増額しています。同時に自己株償却なども発表していまして、トリプルの好材料が出て今日はストップ高となっています。今週立ち上がりの東京市場でありますが、米中の問題がなかなか予断を許しそうにないということで、一旦は売り物先行で始まりました。ただ特に具体的に売り込む材料もまだ出てきていないという解釈なんでしょうか。朝方売り物が一巡した後はマイナス圏ながら戻り補調となりました。以上、全引けの模様を東証アローズからお伝えしました。